どうも、激辛ジョニーです。今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、今回ですけど、山梨県甲府市にあります北斗神拳伊沢店に来ております。はい、こちらにはですね、辛い担々麺が楽しめるということで、いろいろこう担々麺とか、辛いものが、味わいます。その中でも今回一番辛いメニュー、ハバネロ担々麺に挑戦していきたいと思います。で、一応ですね、まあハバネロ担々麺ですからね、このハバネロパウダーがですね、約これ1杯半、投入されてるみたいです。はい、まあ今回ね、これ挑戦にしていきます。それではですね、行った人の感想を見ていきましょう。北斗神拳という担々麺専門店で激辛ハバネロ担々麺を食べました。かなり辛口ですが、むしろ辛いものが好きな人はこの辛さを求めてるんだと思える一杯でしたと。ということでね、まあ他のレビューも見てる限り、結構ね、激辛好きにとったらね、結構旨辛、なこう辛さなのかなと思います。まあでもね、こう激辛唐辛子ハバネロを使ってるんで、この辛さがどれぐらいの衝撃か、今回食べて、判断していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。いろいろこうメニューありますね。豆乳担々麺とか、まあ担々麺専門店なんで、ね、いろいろなこう担々麺があります。はい、でこちらありますね、激辛、ハバネロ担々麺とか、危険というね、デンジャーマークのフラッグが立っておりますけども、非常に楽しみでございます。いただきます。さあ、北斗神拳さん、ハバネロ担々麺、お手並み拝見です。こんにちは。山椒が結構効いてますね。山椒とハバネロ。ちょっとじゃあ麺もいきましょう。北斗神拳の下の通覚をこうピンポイントで疲れてるような感覚ですね。うま辛い。うん、このほうれん草絡めてね。うん、おいしい、おいしい。山椒が結構効いてる。ハバネロ、私はハバネロもダブルパンチですと、辛さとしびれがフリフリ。山椒とハバネロで口の中がビリ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 。ちょっとあっという間に、もう半分ほど食べ終わったところで、ここでおいくらタイムといきましょう。今回ですね、この卓上調味料の、ラオウ、あ、違う、ラー油でしたね。ラー油、こちらのラー油をちょっと足していきたいかなと思います。じゃあちょっとこのラー油を足して後半戦楽しんでいきたいと思います。いや、もうね、もう体の内側から熱くなってまいりました。熱いな、熱いな。さすがハバネロ、よろしくないですか。
ちょうどいい辛さですね。結構このハバネロをこれ以上に足したら結構もう旨味が死んでしまうかなっていう感じです。これはちょうどいいわ。絶妙なバランスですね。熱っ。うん。じゃあちょっと残りね、このスープを飲みまして、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。北斗神拳伊沢店のハバネロ担々麺辛さレベル、じゃらばの辛さレベル6です。6、ハバネロを使ってるだけあってね、このスープを一口飲むとね、口の中にバッとパンチ力のある刺激がやってまいりました。山椒のしびれも効いていて、非常にパンチ力のある担々麺でした。しかしね、結構ね、具材も豊富で、まあ、食べやすい、旨辛、担々麺かなと思います。人によってはね、ちょっとね、辛すぎて食べられないかなという人もいるかもしれないですけど、激辛好きでしたらね、結構美味しいです。はい、ハバネロ担々麺も、まあ、一応人気なんですけど、一番人気は伝統汁なし担々麺ということでね、これが一番人気らしいです。店主の方曰くね、山梨県で初めて、この担々麺を、汁なし担々麺を取り入れた、店舗さんらしいです。はい、それぐらいね、結構人気なんでね、伝統を引き継いでるみたいです。はい、まあ、北斗神拳伝承者なんですかね、わかんないですけども。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter 等々、激辛ブログ更新してますんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。